おはようございます。本日は成人の日祝日ということで、ラジオの前の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ここからの2時間は私音楽家の大友義秀が MC を務めるスペシャルなトークセッション、大友義秀の音楽と言葉ストレンジトゥーミートゥーをお送りします。この番組は、年齢とか性別とか職業とか民族とかですね、そういうジャンルの垣根を越えたゲストを迎え、影響を受けてきた本や音楽をいろいろと選んでもらってじっくりとトークセッションをする番組です。タイトルに音楽と言葉とあるように、身近であって切っても切れない関係の、音楽や言葉と文章なんかにどのように影響されたり刺激を受けてきたかなんて話をしつつ、全然違う方向にも脱線しつつ、ゲストの皆さんの音楽と本のヒストリーを伺っていきます。ということで今日お迎えするゲストはですね、やっと来てくださいました写真家の石川直樹さんです。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めて会ったのはいつ頃？初めてお会いしたのは去年ですよね。そうですね、去年の夏くらい。うん、まだそんなに日は経ってないですね。経ってないですね、うん、いろいろ噂は間接的には聞いてたんですけど、最初に会ったの俺なんか忘れもしない喫茶店、夜中の喫茶店で、貝沼博さんもいて、そうですね、銀座かどっかの真夜中の深夜近い喫茶店で、あ、この人が石川さんだって思いながら、僕もこの方が大友さんかと思いながら、なんかバスへのね、喫茶店でしたね。そうまあいろいろなんかね、みんなの時間が取れなくて、そこでで2人はそれ以降アジアの、アンサンブルズアジアというプロジェクトで、今のところフィリピンとインドネシアを一緒に去年旅して、多分今年もこれからもいくつか、はい、いろんな国を行くことになるという感じで、なんだろう、出会って間もないですけど急激にそうですね、いろいろと、はい、一緒にやっぱり旅をするとね、ちょっとこう親密っていう言葉で男同士の関係を言ってもあれですけど、はいはい、なんかちょっと親しくなってこれてよかったなと僕は思ってますけども、まあ、なんか同じ釜の飯を食うみたいな感じかな、はい、そうですね、はい、僕も相当旅慣れてるつもりなんですけど、石川さんも全然違う意味で、ね、世界的な旅のスペシャリストというか、いやいや、もう散々いろんな場所をこう歩き続けてきて、ね、なんかで見てきた場所が気持ちいいくらい違うというか、多分僕は都市部で人がごちゃごちゃいて、うん、ネオンがある場所しか見てこなくて、石川さんは多分電気すら通ってない場所ですよね。そうですね、もうヒマラヤとか北極とかいろんな場所行ってきましたけど、はい、はい、なんか僕自身は全然そういう場所はもうテレビで見るだけで、多分この先も行く機会はないだろうと思ってたんですけど、この間、初めて一緒に旅したフィリピンが僕にとっては今まで行った中で一番辺境と言えるような、あの程度で、いやいや、そうなんですね、結構なんていうの、普通じゃ行かない離れ小島って言ったら変かな、シキホール島っていうあんまり行かない場所で、行くのにも結構ね、船乗り継いで飛行機乗り継いでみたいなとこだったんですけど、うん、うわ、こんな辺境に来ちゃったって僕は思ったんですけど、石川さん多分全然あれ辺境じゃないでしょ、あんくらいだと。いや、でもまあ物珍しい風景でしたけれども、うんうん、ああいう、そうですね、島の方ポリネシアも含めてですけど、いろいろ旅はしてましたよ、うん、そうかそうか、僕ついついなんていうの、人のいない過酷な場所ばっかり旅してると思いがちだけど、本とか見るといろんな、本当にいろんな場所にこだわらずに行ってる感じなんですか。そうですね、もう都市の雑踏から本当に、まあ、いわゆる極地って言われてるような場所まで、はいはい、もう水平方向から垂直方向から、まあ、節操がないっていうかねもう本当にいろんな場所に行っています。はい、なんか今日はそんな石川さんの話を、本と音楽をフックにしていろいろ聞き出していこうかなって思ってますけど、まずラジオを聞いてる皆さんに石川直樹さんってどんな人かっていうのを紹介したいと思います。1977年東京生まれ、今年37歳、肩書きが写真家、合ってますこれで？多分合ってます、それで2000年、23歳の時に、ポール・トゥ・ポールプロジェクトに参加して、北極から南極を人力踏破、これどういうことですか？北極南極がポールってことですよね、極、うん、ノースポールからサウスポールまででポール・トゥ・ポールですね、はいはい、
それをあのプロジェクトに参加というのは何人かで行かれたんですね、世界中の8人の若者と一緒に、北極から北米、中米、南米を通って南極点まで、あの人力の移動手段なんかを使って1年がかりぐらいで旅をしました。それは交通手段、自転車とかカヌーとかスキーとか、まあそういうあのもちろん歩きとか、そういったものを使いながらってことですね。それが23歳、2000年の時ですね。そうですね、であの、2001年には七大大陸最高峰登頂を達成、人類学民族学などの領域にも関心を持って作品を発表されていますということで、ニューディメンションとかポーラーという作品で、日本写真協会新人賞受賞、コロナでは第30回土門拳賞受賞、写真集だけではありません、本もいっぱい出されていて、すべての装備を知恵に置き換えること、それから今生きているという冒険、世界を見に行くなどなど、いっぱい本出してます。一番最近ではヒマラヤ8000メートル峰に焦点を当てた写真シリーズローゼとか、チョモランマ、マナスル、マカルの4冊を連続刊行。これ山の名前？そうですね、全部8000メートル以上の山の名前ですね。はい、全部行ったってことですよね、これ。登ってきました。信じられない。インドア派としては。でも相当僕も大変でした。で一番新しい写真集が国東半島、それから紙っていうのが発表されてて、僕国東半島は買いました。これいい写真集。ああすいません、ね、ありがとうございます。はい、これだけじゃ実はとても紹介しきれないんですけど、とりあえず石川さんの、プロフィールでしたけど、なんか足んないとかあります？これ。いやいや、もう何もないですね。もう完璧でした。いや、そうか、そんな。いやいや、あの別に俺が用意したわけじゃなくて、 NHK の方が一生懸命用意してくださったんだけどね。あのただ一緒にいると、もちろん石川さんって写真家なんですけど、単に写真家っていうだけじゃ捉えきれないというか、文章も写真と同じくらい自分のな、ご自分の中では結構大きな表現っていうことですよね。文章半分の写真半分ぐらいですけど、まあ写真の方がちょっと、比重が大きいということですね。なんかね、一緒にいると僕の感想ですけど、写真撮ってるかコンピューターに向かって文章打ってるか食べてるか寝てるしかないかな、この人ってくらい。ずっとそういう感じ。そうですね、写真はもう本当に見たもの全てを撮るつもりで、あのやってますからね。で本当にね、なんか移動中で写真が撮れない時とかはなんかこう文章を書いたりとかっていう感じですかね。ずっとだからなんかあのインプットとアウトプット続けてる感じで、だから僕は割と旅の間とか結構適当な状態なのに、この人すごいなって。いやいやいや、僕も適当ですよ本当に。体のなんかこう反応に身を任せてシャッター切ってるだけですからね。なんかあのフィリピンに行った時に僕も写真撮って、石川さんも写真撮ったの両方見比べたんですけど、びっくりするくらい見てるところが違うなと思って。あ、なんかあの、まあ、なんで2人が旅してるか今日の番組中になんとなく紹介していきますけども、こんだけ見方が違うと面白いなと思いながら一緒に旅してますけど、はい。じゃあその石川さんがですね、一体どんな、音楽や本に影響を受けてきたかということで、早速石川さんが選んできたリスト、音楽のリストと本のリストを紹介していただきましょうか。そうですね、はい。いや、いくつも選んできたんですけれど、そうですね、あのアジアの旅の最中も少しお話ししましたけど、はい。じゃあ石川せりさんの、丸と三角の歌、はいはい、なんていうのはあのすごくたくさん聞きましたね。あの竹光徹さんがプロデュースしたアルバムで、はい、それをあの繰り返し聞いてたのが大学生の頃だったかな、その中でも一番耳に残ってる歌を選んでみたんですけれど、これ僕も大好きです、はい。そして次は、そして、はい、レッドホットチリペッパーズの、あのカリフォルニケーションとかを選んでみましたが、これは先ほども出たポールトゥーポールっていうプロジェクトで、はい、あの北極から南極まで1年がかりで旅をしてた時に、あの一番よく聴いていたアルバムですよね。でこの曲を聴くとなんかこう自転車で走ってる時のイメージなんかが思い浮かんだりもしますけど、はいはい。
そして、うん、そして野坂昭之さんの黒の船歌っていう、なんと、はいはい、これは写真家の森山大道さんという方がいて、はい、僕の写真の先生でもあるんですけど、で森山さんがまだお酒を飲めた頃、もう10年以上前ですけど、新宿のゴールデン街のカラオケみたいなところに行った時に、突如森山さんが黒の船歌を歌い出して、うん、これは、うん、すごい歌だなと思って、うん、特に今森山さんが歌うと、じゃあ森山バージョン本当は森山バージョンの CD があればいいですけどねぐらいな、だからもうこれを僕も時々なんか無理やりカラオケに行かされると歌ったりもするんですけど、はい、っていうのを選んでみたりしましたけど、そしてもう一曲は、そしてテレサテンさんの時の流れに身を任せで、はい、まあ、テレサテンさんが好きなんですよね僕、うん、それで、まあ、これは有名な曲ですけど、他にも別れの予感とかいろいろ好きな曲があるんですけど、はい、最近ちょっとよく聞いていたのでそれを選んでみました。なるほど、なんか他にも番外編選んでもらってますけど、これ後で時間あったら聞こうかな。そうですね、はい、はい、そして本の方は、本の方は、世界最悪の旅っていう本とかタイトルがすごいですね南極点のね話ですけど、あとは闇の奥、コンラッドっていう人が書いて闇の奥とか、はい、ブルース・チャトウィンのソングライン、うん、あとはミシェル・レリスの幻のアフリカとか、はい、古い本ですけど、今度は伊賀谷邦夫っていう人の雪に生きるっていう本とかね、はい、そういうのを選んでみました。はい、よしゃよしゃ、じゃあその辺のところからどっちからいきましょうか。音楽からいこうかな、はい、まず1曲目な選んでくださった中で何いきましょうか。うーん、そうですね、何いこうかな。じゃあ石川せりさんのにいきますか。はい、じゃあ石川せりさんで、これ竹光徹さんが作詞もしてますよね。そうですね、作詞作曲ですよね、はい、丸と三角の歌聞いてください。石川せりさんで、竹光徹さんが作詞作曲しました丸と三角の、歌聞いてもらってますけど、これはさっきも言ってましたけど一等最初の旅、そうですね、まだもう20代前半ぐらいの、うんうん、もう本当にバックパックを背負って旅をしてた時なんかによく聞いてたもので、はい、うん、家になんか物心ついた時からこう
竹光通さんの本なんかが置いてあったりして、でそういう環境なんですねてかなんか竹光さんとお会いしたことがある、はい、一度だけお会いしたことがあります、うんうん、生前にうちの、その祖父が作家で石川純っていう人だったんですけど、はい、その人が竹光さんとお知り合い で、うん、で本が全部揃っててね、でうちの祖父のお葬式の時の音楽なんかを竹光さんが作ってくださっていて、はいはい、でそういう話を小学生の時に聞いてるんですけど、やっぱりピンとこなかったんですけれども、うんうん、でもうちょっと大人になってから本とかを読むと、あ、こんな人だったのか、すごい人だなと思って、うんうん、それでこの石川せりさんのアルバムなんかも手に入れて聞いてるうちに、すごくこのアルバムはハマってしまったんですよね、うんうんうん、これいいですよね。僕も実はフェバリットアルバムの中に必ず入れるアルバムで、うん、特にこの曲とか翼とかが大好きなんですけども、これアレンジが佐藤正彦さんって言って、はい、まあ、僕の大先輩にあたるジャズ系のミュージシャンなんですけど、このアレンジも僕すごい好きで、あ、わ、これ選んできたかって思いながら、旅の時にこういう音楽を聴かれる時って、うん、移動中に例えばイヤホンで聞いたりしてるんですか、それともホテルで聞いたりするんですか。いや、移動中がやっぱり多いですよね、うんうんうん、もう本当に移動してる最中、ぼんやりこう車窓を眺めながら聞いてるとかが一番多いですけれど、うんうんうん、まあ、自転車に乗ってるとかね、電車に乗ってるとか、うん、それで今でもそういうこういう音を聞くといろんな風景が思い出しますよね。あ、その時の、うん、具体的にこれ聞くと何を思い出します。僕が初めて旅したのはインドとネパールだったんですけど、はいはい、2回目に旅したのがベトナムとカンボジアで、うんうん、その時ぐらい多分聞いてたと思うんですよね。それで2回目の旅、初めての旅っていうのはいつ頃なんですか。高校2年生の17歳の時がインドとネパールで、早、はい、で浪人してた時が、はい、ベトナムカンボジアに行ったんですよね、うん、18歳ぐらいの時だったと思うんですけど、はいはい、そんな時の風景、なんかこう、あと空気とかそういうのがもやもやと頭にこう出てきますよね。なんで、もういきなり、ド直球の質問ですけど、うん、なんで旅に行こうと思ったんですか、高校生の頃に。やっぱり中学生とか高校生ぐらいの時って家と学校の往復が世界の全てで、うん、でも本当はその先にもっと大きな世界があるんだけれども、うん、そこに憧れがあったんですよね、うん、で未知の世界に出ていきたいっていうかね、うん、新しい世界に出会いたいっていう気持ちが昔からすっごく強くて、うんうん、で、やっぱりね、で最初はアメリカとかヨーロッパにもすごく行きたかったんですけど、うん、お金がそんなになくて、うん、で物価が安いアジアの方に最初に行ってしまってたんですよね。そういう理由だったんですか、うんうん、そうそう、金銭的な理由というかそうそうまあ確かに宿でも安い宿だと100円200円の宿がまだありましたし、はいはい、格安航空券もタイとかで乗り継いでいくとすごく安かったりしてね、うんうんうん、で自分が手に届く範囲だとそういったところだったんですよね、うんうん、高校生だと夏休みとかに行ったんですか、それでも学校サボって行ったいやいや、夏休みに1ヶ月間かけてうん、うん、行きましたよね、あの時は、うん、それで、じゃあインドから行き、ベトナム、カンボジア、うん、ついこの間ベトナムから帰ってきたばっかり、ね、はい、もう2日ぐらい前に帰ってきたばっかりで、はいはい、だから十何年ぶりにまた行ったってことになるんですけど、じゃあ久しぶりなんですね、うん、変わりましたベトナム。そうですね、ホイアンっていうところで僕その18歳ぐらいの時に小舟に乗って川をねゆらゆらしてたことがあって、うん、そこにホアンちゃんっていう女の子が船頭だったんですよね、はい、ホアンちゃんっていうベトナム語で花っていう意味なんですけど、ホアンちゃんさんじゃなくて、うんうん、まあそんな説明なんか些細な話なんですけど、はい、それでそのホアンちゃんがすごい可愛い子だったんですよ、うんうん、で僕ちょっとなんかポッとしてた時があって、はい、それを思い出しながらもう一回その川に行ってみたんですけど、うん、今じゃおばちゃんの船頭しかいなくてですね
超観光地化されちゃってて、そのまま年齢を重ねて年取ったってことかな、うんうん、だからまあ向こうから見たらね、僕の方もおじさんに見えてるとは思うんですけど、ちょっとそういうなんかロマンチックな思い出を秘めながら十何年ぶりに行ったわけですけど、ね、うんうんうん、まあ、ちょっとこうやっぱ近代化してましたよね。うん、あ、そこそこ、ベトナム10年前に行ったっきりなんですけど、うん、10年前と12年前に行ったかな。その時期でさえたった2年間で随分あの交通量が増えて、うん、空気がすごい汚くなっちゃって、あーって思ってた記憶があるんですけどもね、うん、ホイアンはその日本人街があるところで、うん、あの昔から有名だったんですけど、今はもう超観光化されちゃってましたね。あ、やっぱそういう感じだ、うん、なんか話がつきませんけども、本の方行きましょうか。はい、どの本行きますか。どうしようかな、じゃあ、世界最悪の旅。これタイトルがすごいですね、世界最悪の旅。そうですね、チェリガラドっていう人が書いたやつで、はい、あのアムンゼンとスコットって、はいはいはい、南極点、僕でも知ってる、うん、到達を争った2人がいたんですけど、うん、その負けちゃった方のスコットの側にいた人なんですよ、ね、はいはいはい、でその南極点到達とかその前段階の真冬の南極を旅した時のことなんかがこう書かれている本で、はい、もうなんていうかな、もう前編に、うん、その辛さとか苦労とかがにじみ出てるんですけど、はい、うんうん、でもそれを読みながらやっぱりなんで旅をするんだろうとかそういうこともこう考えさせられる、うんうん、で彼らやっぱり未知のものを目指してねずっと進んでいってて、うんうん、僕の中ではすごくこう思い出深い本ですよね。これももしかして若い頃に読まれたんですか。そうですね、うん、こういう探検とか冒険の本は結構、うん、高校生とか大学の初め頃の時とかにむさぼるように読んでましたよね、うん、で実際にご自分も行かれるわけでしょ、うん、最悪の旅の本読んで行こうって思ったってことなんですか、うんうん、でも最悪の旅なんだけど、うん、そういう場所をやっぱり自分の目で見てみたいっていう気持ちも同じようにあって、うんうん、でも辛いんだけどその先に何が見えるのかなとか、うんうん、いつもそういうことをこう考えながらヒマラヤとかにね、行くんですよね、うんうん、北極も南極も、うん、そうでしたね。なんか本当に見当がつかないんですけど、そんなとこ行ったこともないし、それこそテレビで見てるだけで、見てるだけでもここ行ったら死んじゃうんだろうなっていうような場所に行くわけでしょ、うん、もう全然わかんないんですけどもその気持ち。でもあれですよ、今は結構行けちゃいますよ。大友さんでもヒマラヤの6000メートルぐらいのところまでだったら行けますよ、それね、一般人でも行けるっていうこと、うん、だって歩いて行けばいいですからね。いやいやいや、そう簡単に言うけど、うちから吉祥寺の駅まで歩くのとわけ違うじゃないですか。いやでもそんなこう技術が必要で垂直の壁を登ったりとかっていうイメージがあるのかもしれないですけど、うんうん、そんなことなくて、うん、普通に歩けさえすれば、うん、あの6000メートルくらいまでぐらいまで行ってわーって思う風景に出会えると思いますよ、うんうん、南極なんかも夏の間に行って、うん、で歩くスキーをこう履いて、うん、歩くスキーなんかも全然練習必要ないですからね、歩けば勝手に動いてきますから。本当かな、本当本当に、いやいやいや、でもそうなんだ、うん、でもあれでしょ、あの実際にそういうとこに行くって、ま、命がけというか死ぬかもしれないっていう瞬間ってあるわけでしょ。まあ危ない時はもちろんありますけど、うん、でもなんていうかな、そこに暮らしてる人たちもいるし、そうですよね、うんうん、ヒマラヤにはシェルパの人たちが暮らしていたり、うんうん、北極にはイヌイットの人たちが暮らしてたり、うんうん、あるいは南極には観測基地なんかでずっとこう研究を続けている研究者なんかがいたり、うんうんうん、本当にこう前人未到の場所に行くっていうよりは、うん、やっぱりこうそこに暮らしてる人たちだったり滞在してる人たちだったりがいて、うんうん、だからなんていうかな、そんなにすごい冒険とかっていう感じは今の世界ではあんまりないですよね。あ、そう、それはもう南極ですらそんな感じですか、うん、北極とか、うん、まあ真冬の南極とかに行くのはちょっとこうもうマゾっぽいですけど、うん、だってもう真っ暗の中
真っ暗ですからね。あ、そうかそうかそうか。白夜の反対で極夜って言って、うんうんうん、昼間がない。でも夏の南極なんかはずっとこう太陽が照ってる中を歩いていくっていうね、うんうん、まあ、もちろん吹雪になったらあの停滞しなきゃいけないですけど、うんうんうん、だからもう本当に今の世界では、うん、地理的な冒険みたいなのはねできないから、この世界最悪の旅の時代とはもうちょっとだいぶ違っちゃってますよね、うんうんうん、そうかそうか。世界最悪の旅の時代って本当に最悪というか冒険っていうか、うん、もう未知の空白がまだあったんで、うんうん、そこにこう人生をかけて臨むっていうことができた時代ですよね、うんうん、そういう意味では地図上の空白が今すごく少なくなってるっていうことなのかな、うん、そうですね。なんか僕もいろいろ旅してて、今石川さんが言ったことで唯一は僕も同じことを考えてるなっていうのは、まあ、よく僕演奏行く場所でここは危険だって場所が、それはあの前人未到の地じゃなくて治安が本当にやばいからよした方がいいっていう場所ってよく演奏する場所であるんですけど、でも住んでるよなここに人がっていう、人が住めないくらいの状態って戦争状態じゃないですか。でも人が住んでるし子供もいるよなって思うと、まあ危険かもしれないけどそんなに大丈夫じゃないのと思いながら行くことはよくあるんですけどね。さて、本当にキリがなくなっちゃう。本行ったんで今度また音楽行きましょうか。はい、次どれ行きます？どうしようかな。じゃあ黒の船歌とか行きますかね。行きましょうか。これ俺すごい嬉しいな、野坂昭如さんの黒の船歌。これはさっきも言ってましたけど森山大道さん、はい、写真家の森山大道さんが、歌われてたのがきっかけ。そうですね、大道さんって歌うまいんですか？決してむちゃむちゃうまいというふうに言い切ることはできないが、すごくこう雰囲気のある、あ、でも分かる気がする。歌いますね、うん、僕も一度だけお会いして写真撮ってもらったことあるんですけど、めちゃくちゃ雰囲気がある方ですよね。そうですね、なんか被写体の僕よりも存在感があるなって思いながら、じゃあ、用意できたみたいなんで聞いてみましょうか。野坂昭如さんで黒の船歌。男と女の間には深くて暗い川がある。誰も渡れぬ川なれど、えんやこら今夜も船を出す。Low and low, lowand low 振り返るなろう low 止まえが17俺19忘れもしないこの川に星のひとかけら流して泣いた夜もある。 Low and low, low and low 振り返るなろう。行くとせこぎ続け、大波小波揺れ揺られ、極楽見えたこともある、地獄が見えたこともある。Low and low.はい、今聞いてもらってますのは野坂昭如さんのなんとアルバムタイトルがそうと打つっていうタイトルですけどね、その中から、黒の船歌、聞いてもらってます。俺これちゃんと聞くのは初めてかもしれない。あ、
いい歌ですよね。いや僕この歌すごく好きで、うんうん、男と女の間には暗くて深い川があるっていう、それもうなんか痺れますね。なんか、うん、これ詩は誰が書いたんだろうな。ノーキリヒトさんっていう人が書いたことになっている。なんかこうロー&ローってこうね、川を漕いで漕いでって、うん、僕もあのカヌーとかやるんですけど、うん、いつもこうもう船に乗るとこの歌をこうこの歌ちょっと思い浮かべながら波間を漂うみたいなね。男と女がそうそう、だんだん暗くなっていくんですけど、うん、すごい好きな曲ですね。大道さんはどういうシチュエーションでこれを歌ったんですか？いや、ゴールデン街のなんか2階にあるすごい薄暗いスナックみたいなところで、はい、でこうやってこう話をしてるんですけど、うん、話が途切れて、じゃあちょっと歌でも歌うかって言って、何を歌うのかなと思ったら急にこれが出てきて、うんうん、最初僕全然わかんないけど、うん、なんか大道さんがあの男と女の間には暗くて深い川があるとかっていう始めるとあ、そうそうですよねみたいな、ものすごい説得力がありそうだ、で僕はもうこれ感動して、うん、自分でも聞いてたまに真似してカラオケで歌ってます。あ、本当ですか？今度、はい、今度旅行行った時に俺伴奏できるようにしときますのでいや僕はあのそれこそ本当むちゃむちゃ音痴なんであのいやいや人前で音痴はないですよ。そうそうそう、あのこの間最近出した本にのサブタイトルが、学校で教えてくれない音楽って本を最近出したんですけど、そのサブタイトル、うん、音痴はないですか？いや俺これ本当に感動しましたよあの僕ずっと本当に音痴だったんですよ。で学校の教育に当てはめると音痴だったんですけど、うん、でもこの学校で教えてくれない音楽を読んで、うん、で音痴はないであの自分でも分かんないような音が出ることだから実は すごいことでもあるんだよみたいなことがこう書いてあって、ね、そうそうそう、それ俺が言ったんじゃなくてあのテニスコーチのさやさんって人とのトークの中で、うん、僕も実は音痴、うん、本当ですかね。いや本当本当、あの歌いたい音程が一発で出ないんですよ。で歌いながら修正していく感じなんだけど、だから学校の音楽の時間が本当嫌で、うん、だけどあの自分も予想しない音程が出るのはすごいことだって言われるとそう言われてみればっていうそう言われてみればそうなのかなってもね、うん、思う。すごくこう励まされる、うん、本だったですね。写真とか撮ってるとあの予想して撮ったものと出来上がったものが違うけど違ったけどいいとかっていうことってあるんですか？いやもうむしろ違った方がいいですね、うん、あの偶然を取り込んで、うん、自分が思い描いてたのと全く違うものが撮れた時が本当に一番よくって、うんうんうん、それはもしかしたら音楽ともつながってるのかもしれない。いやいや、それ僕作っててもそうで、家で譜面書いてる時にやっぱ頭の中で多少想定するんだけど、その想定通りになったって全然面白くないというか、うん、現場でみんなで音鳴らしてうーわーっていう予想もしないものが出ると嬉しいですね、うん、なんかだからあの歌手にあの音痴はないって言われて予想もしない音程が出るのはいいことだって言われると理屈はわかるんですけど、うん、でも実際歌ってて外れるとやっぱりうわーそうそう、僕もカラオケとかで歌うと、うん、あのみんなに音痴とかって言われるんですけど、うん、でもあの歌うのはすごい好きなんですよ、うんうん、風呂場とかで歌ったり子供の頃から歌ってて、でも音楽の成績とか本当に最低で、あ同じだ俺と、ね、でも大友さんはこう体育と音楽が嫌いだったって書いてあったけど、そうそうそう、うん、僕は体育は好きだったけど音楽が本当に授業としては苦手で、うんうん、でも歌うのはあのよく鼻歌とか歌ってるし旅をしながらも歌ってるし好きだったんで、うん、そういう自分にとってはこの学校で教えてくれない音楽っていうのはすごく自分の背中を押してくれる本でした。いやいや俺もね音楽の授業嫌いだったけど音楽は嫌いだったことないんですよね、うん、って人多いんじゃないかな、うん、あじゃあまた、次本行きます、歌行きます、どっちにしましょうか？じゃあ本に行きましょうか、うん、はい、そうですね、じゃあどうしようかな、伊賀谷邦夫さんの雪に生きるっていう本にしましょうか、はい、これ僕全然知らないんですけど、これは、はい、あの伊賀谷邦夫さんっていうのは、はい、イノシシ谷の6にこう合わせるにオスの王って書く、読み方がなかなか難しい、分かんない、うん、これね日本でほとんどこうスキーを初めて、はい、した人でもあるんですよ。あ、じゃあ古い本なんですね、これものすごくすごい古い本で、はい、で僕は伊賀谷邦夫さんのようにこう行きたいと思っているぐらい、尊敬している人で、うん、
で全然、まあ、あの一般には知られてない人なんですけど、はい、本当にこうスキーがなければ自分で板をこう作っちゃうとか、はいはい、でジャンプ台を自分で作って、うん、でもう楽しいからこう裸になってずっとスキージャンプを飛びまくるとか、はいはい、で家がなければ自分で作っちゃったり、うんうん、あるいはキャンピングカーとかがなかった時代に、うん、自分でこう改造してキャンピングカーを作って、日本全国を旅したり、はい、あるいはその雪の中で生きていくときにいい靴下がなかったから、うん、もう自分で靴下を作っちゃおうつって、はい、延々靴下だけを作ってた時期があったりとか、はいはいはい、まあ、本当になんていうかな、あの自分の力で生きていくっていうことをあの体現していた人でもあるんですよね、うんうん、今谷さんは、明治時代、何時代だったかな、でも写真見るとすごい古いですな、昭和初期とかの写真がありますね。でベースボールマガジン社から出てるその雪に生きるっていう本は、はい、なんかもう神田とか行くと本当にすごく安く売ってるんですけど、はい、僕は名著だと思っていて、うんうん、すごく好きなんですよね。うん、赤城山のところで、小屋を作って暮らしてたりして、はい、志賀直哉とか文学者とも交流があったんですけど、本当にこうちゃんと仕事とかはあんまりしてなくてですね、うん、自分でその必要なもの全て作っちゃったりで好きだと思ったらそれをこう、うん、身の回りのもので作っていく、うんうん、でそういうなんていうかな生命力にあふれたというか、はい、ってなってて表紙の写真がなんかひょうひょうとした井谷さんの写真が、これ石川さんに雰囲気似てますよねなんかこんなちょびひげ生やしたあの井谷さんの写真を見ながら俺に似てるって言われてもなんかちょっといやこれちょびひげ生やしてこの丸眼鏡かけたら石川さんこういう感じになるんじゃないかなちょっと嬉しいですけど、ひょうひょうとした感じが、こういう人がいたんですよね昔は。なんか、うん、僕の父も何でも自分で作っちゃう人だったんですけど、電気の技師で、うん、だから電気系のものは今でも結構作っちゃうんですよね、家の防犯カメラとか、今86歳なんですけども、さすがにカメラは作んないですけど、買ってきたカメラを設置して、うん、部屋の中でいろんな角度から見れるように作ったりとかしてて、父は昭和3年生まれかな、なんですけど、やっぱ何でも自分で作っちゃう。僕そういう人本当に大好きで、うん、やっぱり今は何でもなんていうかな形になったものを買ってこようとするじゃないですか、うんうん、でも井谷さんとか今おっしゃってた大友さんのお父さんとかは、うん、ないと思ったらその形があるものを買ってくるんじゃなくて自分で作る、作っちゃうんですよね、うん、なんかそういう人確かにうちの父の世代とか多かったような気がしますけどね、うん、あとアジアで生きてる人たちも結構そういう人たちがとっても多い、今でもそうですよね、うん、家とか作っちゃうわけでしょ、そうそう、うん、みんな自分たちで、石川さんが旅の途中に言ってたけど バナキュラー建築っていうのがある、うん、って話をこの間旅してる時石川さんから聞いて面白いなと思ったけど、あれって建築家が作った建築じゃなくて、うん、生活の中で必要に応じてその住んでる人たちが自分たちで作る建築の面白さ、そうですね、みたいな身の回りにあるものを使って、うん、自分たちがこう住みやすいように作った、うん、建築を、まあ、バナキュラー建築、フード建築って言うんですけど、うんうん、それはやっぱり建築だけじゃなくていろんなものがあって、例えば、うん、僕この間バングラディッシュに行ってきたんですけど、うんうん、バングラディッシュなんかでも市場とかに行くとこうセットアップされたものではなくて部品が全部売っていて、うん、自分でこう自転車を作っちゃったり、その部品を集めて、はいはいはい、で力車を作っちゃったりとか、うんうん、全部その自分でカスタムメイドしちゃうんですよね、うんうんうん、そういうのが僕はすごくかっこいいなと思ってて、うんうん、で特にやっぱりアジアの人たち、うん、まあ、フィリピンとかインドネシア一緒に旅してきましたけど、うんうんうん、楽器とかもそうじゃないですか、そうそう作っちゃうんですよ ね。あのバニュアンギで行った村のガムランのところでシンバルを自分たちで作ったとこがあったでしょ、坂上二郎さんみたいなおじさんが出てきて、あそこの音楽聞いた時僕本当に感動しちゃって、ガムランが基本になってるんですけど、なんか手製の楽器とかがあって、だいわゆる伝統音楽からするとちょっと外れてるんだけど、でも本来伝統ってそうやって自分たちで作っていくもの
ですだかなと思って、そのシンバルがすごくて、鉄板をシンバルの形にしてビスみたいのいっぱいはめ込んで、で叩くとシャーっていう踊りに合わせてねアクセントつけてくんだけど、うん、でシンバルのスタンドが活かしてて、あれどう考えても机かなんかの足ですよね。そうでしたね。そうそうそう。あとなんかこう運動会で使うような太鼓みたいな大太鼓もあったりして、あれも普通のガムランのバンドにあの大太鼓があったらなんか違うでしょって思われちゃうかもしれないけど、あそこではもうあれ何十年も使ってて、うん、それがなんて言うんでしょう、ちゃんとそこの音楽になってましたよね。そうですね、あれ本当に感動しちゃった、うん、だからバナキュラーな建築があるみたいな感じで、うん、音楽にもそういうのがあるし、うん、まあ、あらゆるその身の回りの生活のところで、うん、そういうのがあるのが、まあ、東南アジアなのかなと思って、ね、なんかそう、そのバナキュラーって言葉初めて聞いたんですけど、そうするとバナキュラーな音楽もあるし、あ、俺の部屋のこの部分結構バナキュラーみたいな、うん、なんか それがすごく生き生きと、特にインドネシア行った時いろんな場所で生き生きしてましたよね、うん、日本だとそういう生き方するのはなかなか難しいんですけど、うん、あの、まあ、伊賀谷さんみたいな人とかもう一昔前の人たちっていうのはやっぱそういう生きる力にあふれた人たちがまだまだいっぱいいたと思うんですよね、うんうんうん、で僕は そういう人たちすごい尊敬していて、自分でもそうありたいと願うんですけど、うん、なかなかやっぱり、うん、難しいところもあるしね、うん、はい、でもそういう意味で言ったら石川さん結構バナキュラーな生き方というか、まあ、自分がそうやってできてたらね、うん、嬉しいんですけど、まあ、なんかまだですよね。いやいやいや、そんなことないと思いますけどね。どうしましょう、曲いきましょうか、はい、次は何いっちゃいます。じゃあまた、演歌っぽいのが続きますけども、はいはい、じゃあテレサ・テンさんの時の流れに身を任せしましょうか、うん、これじゃあもういきなり聞いてみましょうか。聞いてください。石川直樹さんが選んでくれました、テレサテンで時の流れに身を任せ。俺ちゃんと聞いたの初めてかもしれないけどすごいいいですよね。いや僕すごい好きで、うん、あの今テレサテンさんに結構ハマってて、今なぜか今ハマってて、うん、それはやっぱり自分がこうあの大友さんとかと一緒にアジアを旅してるってことともすごく関わってるんですけど、うんうん、あの私の家は山の向こうっていう有田芳生さんが書いた本があって、テレサテンさん の、うん、あのことを書いた本なんですけど、はい、それを読んで、でテレサ・テンさんの生き方ってなんかすごいなと思って、うん、台湾で生まれて香港で暮らして、うん、で日本で日本語の曲を歌って、うんうん、でその自分の台湾の言葉とかでも歌を歌って、うんうん、で東南アジアをこう旅っていうか東南アジアで、うん、ライブとかを行いながら、うんうん、で最終的にはまだ40代で、うん、フランスで十何歳年下の恋人と一緒にいるときに喘息で倒れて亡くなってしまうんですけど、うんうん、なんかすごく、うん、この人もかっこいい人だなと思ってね、うんうん、で、うん、
生涯に1回だけ歌った歌が、うん、あの私の家は山の向こうっていうのを、それ香港で行われたデモの時に1回だけ歌った歌があって、そうやってなんていうかな、社会ともすごくこう関わりを持って自分の意見をはっきり言う人だったんですよね、うんうんうん、でそういったバックグラウンドをなんかこう知りながらこういう曲を聴くと、うん、なんか結構ジンジン来ちゃうんですよね、うんうんうん、で今はしょっちゅう聴いてますこの曲だけじゃなくて、うん、あの別れの予感っていうやつとか、はいはい、償いとか、あ、愛人とか、はい、なんかあの日本では演歌の人ってイメージがあると思うんですけど、うんうんうん、もっといろんなものを歌えたのになとか、うんうん、あと生きてたらどんな風に今なってたかなとかね、いろいろこう考えちゃうんですよね、うんうん、なんか今話に出てきましたけど、テレサ・テンってあのなんて言うんでしょう、トランスしてるというか、言葉の、実はアジアって言葉の壁がすごくあるじゃないですか、うん、ヨーロッパとか旅してるとなんか英語ができたりフランス語ができるとなんとなくなっちゃうけど、アジアだとこの言葉ができればなんとかなるっていう共通の言語って実は全然なくて、なんかやっぱ旅しててそこがすごく障害になると同時にアジアの個性でもあると思ってるんで、どうしてこうかなっていう時にテレサ・テンさんってやっぱり早い時期からその辺を超えて活動されてて、でこの人すごいのは、日本に来た時はもう完全に日本語の歌でちゃんとそこの土地の歌を歌うっていう選択肢を選んだ人で、でも自分のことを考えると、例えば中国行ってちゃんと中国語が喋れるようになるとかってやっぱ難しいじゃないですか。だからアジアで今いろんなコミュニケーションしてる中で、まず最初に考えていかなきゃいけないのは、何の言葉で僕らはコミュニケーションしてったらいいんだろうっていうのをずっとここのとこ考えてて、答えないですけど、いろいろその状況に合わせるしかないなっていうのと、一つの言葉だけで固まらない方がいいなって思ってて、だそう考えるとテレサ・テンさんの生き方ってちょっと面白いというか、そうですね、軽々と本当に国境を越えるっていうか、うん、それが結構こう、ね、何十年も前に活躍していたっていうことが、うんうん、僕はもう当時はもう最先端すぎてなかなかこうついていけないぐらいのぶっちぎり方だったんじゃないかっていうような気もしててね、うんうんうん、今しょっちゅう YouTube なんかで聞いてるんですよね、うんうんうん、そうかそうか、俺もちょっとテレサテンチェックしないと、うん、最近だからちょっと演歌みたいなのが少しこうまた聞き始めたりして、うんうんうん、面白いなと思ってるんです、うん、なんかでも演歌ってジャンル自体も実はそんなに古くなくて、うん、あの70年代くらいに初めて固定していくんですよね。だから演歌ってくくっちゃうと見えなくなるものって実はいっぱいあるような気がする、うんうん、なんかついつい僕らってあの何々ってジャンルでくくっちゃう癖があるけど、それ取っ払うともっと見えるものってあるような気がしますよね。だから時の流れに身を任せもなんかこうジャンルにはまらないっていうか、うんうん、あの何とも言えないっていうかね、うんうん、あのそういう歌じゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、そうか、ちょっと次一緒に旅するときにテレサ・テン聞き合いながら、うん、やっぱアジアって言ったら僕はこの人かなっていう今、うんうん、感じがします。なんかあの音楽は国境を越えるってよく簡単に言っちゃうけど、実は歌詞のこと考えると簡単には国境を越えないんですよね。そうですね、国境でしっかり実はあの境界があって、音楽も言葉と同じくらいその境界線があるものなんだけど、それをどうやって越えていくか、あるいは、こっちからあっちに行くかっていうのって本当はあのもうちょっと僕らも考えなきゃいけないけど、テレサ・テンさんもそうだし、僕服部良一さんとか実は、うん、あの戦前に上海に行かれて向こうで曲作ったりしてるんですよね。なのでなんかそういうすでに過去にいろいろ動かれてた人たちの動きってもうちょっとちゃんとチェックしていかなきゃなって思ってますけどね、うん、あの石川さんが紹介してくださっている、音楽のリストとか本のリストは、ホームページの方でも紹介されてますので、気になる方はそちらの方もぜひぜひ参照してください。お、そろそろ前半の時間が来てしまったかな、後半は、今紹介してくださった曲とか本の続きだけじゃなくて、多分石川さんは初めてなるかな、あの即興演奏で石川さんの朗読で、セッションを
まあ、ギター弾いてやるというのをやりたいと思いますので、そちらの方もぜひ、お楽しみに聞いてください。